ね、安倍政権がやろうとしているのは、まさに現代版の一つ公平政策なんですね。もっと言えばですね、公平のための政府と言ってもいいかもしれません。つまり憲法も、私たちの主権もないがしろにしても構わない。そして、利潤を追求する大企業、これがどんどん設ければですね、何をやってもいい、人が死んでも困らない、こういうばかりの政策が、内外で決められています。でこれがですね、平和の問題とそれから貿易や経済の問題、これが、確実につながっているんだということを改めて、皆さんに注意して確認をしたいと思います。ですから確保にして反対をしなければいけない。私たちは3月の22日にも安倍政権に目を突きつける、大発売コーナーというのを行いました。ここでの1万人以上の人が集まって、各党の課題、沖縄、それから社会保障、憲法、TPP、等々ですね、こんだけのことをやってくれた、そういったもないんじゃないかと思う、予想が続いています。ですからぜひ皆さん、一周を超えてですね、この平和の問題は一旦発になるというふうに思いますので、つながっていきたいというふうに思っています。今若い人はですね、まさに自分たちがもしかしたら戦場に行かされるかもしれない、女の子であればですね、私の家族や彼氏が戦場に行われるかもしれない、そういう期間をリアルに持っています。ですからみんなツイッターとかフェイスブックで安倍はやばいと言うことでですね、本格的に理解をして立ち上がっているわけですね。ですから本当にそういう世代世代の若い人たちも抱えながら安倍政権のアピールをしていきたいと思います。今日は長野さんお願いします。ありがとうございます。女性の共同を広く、強く、全国優先の班からの緊急宣伝を呼びかけています。沿岸カフェや、おしゃべり、草の根からの女性の共同を広く、
歴史的な戦いです。共に頑張りにしましょう。続きまして伝統連副議長女性部長の長尾由紀さんです。お願いいたします。皆さんこんにちは。自分が出なければ命、暮らし、労働は守ることができません。私たち労働者は戦争のための仕事、戦争を支えるような仕事は拒否します。平和の政府、今日も破壊発表したり、各発表人を繰り返したくさんの人にあり、労働者はこの戦争法に反対しています。青空に救助を守れと国民さんに、これはあの日本大学の大阪政党集会を起こした労働新聞の見出しです。これ見ながら応援しました。そして埼玉の女性が夕空に救助を守れと女性でも素敵な俳句です。この感動、本当の広がりをこの2つの地区を見ながら思いました。そして女性たちの運動が局面局面を切り開いてきた。この運動を大きなものに広げてきた。その力になっているということを今と信じています。事態という言葉がさまざまに思っている、とんでもない法案です。事態という言葉が事変という言葉に必ず聞こえます。満州事変、日華事変、宣戦布告もなしに事変という言葉で始められた日中戦争、日本の国民、アジアの人民を泥沼の戦争に引きずり込んだあの過去の歴史を安倍首相は繰り返そうというのでしょうか。何かとすら許しません。世論は戦争、一方反対が多数です。勇者を守れが多数です。どん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 この世論と運動を広げて安倍政権を追い詰めて戦争の方向へ反乱しましょう。そして女性の力を合わせて勇者を守り抜きましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、この列車の方に出てみなくなかった日本共産党の谷智子さんに、これから梅村春子を次に行ってらっしゃいます。代表して谷さんの方によろしくお願いいたします。戦争を進め、命を守ろうと、この全体に進む皆さん、本当にご苦労様です。日本共産党の NDP、上村でございます。上村さんと一緒に駆けつけてまいりました。今お話があったように、今日のままにも自民与党、自民公明の与党で、この戦争立法なるものを閣議決定をして、明日、本会議に掛け合わせていますが、ことは何としてもみんなの声を大きく上げて処置しようではありませんか。皆さん、繰り返して昨年の7月1日、何の日だったかご存知でしょうか。国会が閉会した直後に、国会中ではかけずに、閉会した直後に、自民公明だけで、集団的自衛権の行使容認の閣議決定をしたんです。なんで国会で議論しないのか。こんな大事な問題を、憲法9条に関わる問題を、今回また安倍政権は閣議決定をやって進めようという。そして4月末のアメリカに行っての首脳会談では、まだ国会も出していないものをアメリカに出して夏までに決めろと、こんなことをやっています。とんでもないことではないでしょうか。絶対とんでもないです。皆さん、ご覧くださったように、この戦争立法、まさに地球の裏側まで、どこまででも行って戦争することができるという代物です。そして皆さん、この閣議決定に基づく具体化を今回やろうというわけです。この具体化をやって、憲法9条には直接手をつけないことも、神だけで変えてやれるようにして、結局の年金しようと。その先には今度は明確になるわけですよ。もうとんでもない。これを断固として許さない戦いで、皆さんと一緒に全力を挙げて、私たちのこの場所でやっていきます。ご一緒に渡りましょう。ありがとうございます。この列車さんには、社民党の辻真美穂参議院議員、それから沖縄の市の伊坂聖子参議院議員も、ご一緒に頑張りましょうというメッセージを書かれていることをご紹介いたします。最後に、沖縄から今日は
戦争させない。
Thank you.
ります。先ほどから信号を連続しますから、憲法9条一緒に守ろう、憲法9条みんなで守ろう、憲法9条みんなで守ろう、戦争させない、子供もいない、平和が一番、憲法9条一緒に守ろう、戦争させない、戦争させない、thank you.
憲法9条みんなで守ろう。憲法
歩道に上がってください。
歩道に上がってください、そっちがなるのね。加藤さん、これで配信終わります。暑かったです。皆さんお疲れ様です。今日の参加は800